第5章では、ファイルの配置と検索について見ていきます。Linux では、ディレクトリ構成は FHS、これはファイルシステムハイアラーキースタンダード、日本語に訳しますと、ファイルシステムの階層標準という形でですね、標準化がされております。もちろん、全部が全部、Linux だったらこの形になっているかどうかって、またそれ別問題なんですけれども、最近のディストリビューションだとですね、この FHS をサポートするようになってきています。そうすると、仮にディストリビューションが異なったとしてもですね、ファイルの置き場所が大きく変わることがないと、そういうことですね。で、この FHS では、最上位がルートで、最低、bin、sbin、etc、dev、liv のディレクトリを含まなければならないという決まりになっています。bin には、基本的なコマンドの実行ファイルを配置します。このコマンドは一般ユーザーでも実行可能です。SBIN にはシステム管理コマンドの実行ファイルを配置します。このコマンドはスーパーユーザーのみ実行可能です。etcにはシステムやアプリケーションの設定ファイル、あるいは起動スクリプトを配置しています。dev にはデバイスファイルを配置します。liv には bin または SBIN のコマンドが必要とするライブラリーを配置します。メディアにはリムーバブルメディアのマウントポイントを配置します。MNT には一時マウントポイントを配置します。Opt にはパッケージ管理システムでインストールしたプログラムを配置します。Proc にはカーネルやプロセスの状態を配置します。ただしここは仮想ディレクトリということで、実際にはディスク上には存在していません。ルートはルートユーザー用のホームディレクトリです。なんでこれルートだけホームディレクトリが分かれているかと言いますと、万が一、ホームというディレクトリをマウントするのに失敗した時のためですね。ルートだけはホームディレクトリを別ディレクトリにしているということなんですね。ブートにはブートローダー関連のファイルを配置します。ここはルートファイルシステムとは別にディスクの先頭付近に置くというケースもあります。ホームにはユーザーのホームディレクトリを配置します。通常このホームは別パーティションにしてクォーターを設定します。添付には一時ファイルを配置します。バーには頻繁に書き換えられるファイルを格納します。ですから、他のディレクトリを圧迫しないように、場合によってはこのバーは別ファイルシステムした方がいいでしょう。バーの下のキャッシュには一時的なキャッシュファイルを、バーの下のロックの下には排他制御を行うためのロックファイルを、バーの下のログにはログファイルを、バーの下の欄には実行中のシステムの状態を示すファイルを、バーの下のスプールには例えば送信待ちメールや印刷待ちデータなどを格納するスプールを配置します。ユーザーには UTT や各種プログラムを配置します。ユーザーの下の bin にはユーザーが一般的に使うコマンドのうち緊急性が低いものを、ユーザーの下の SBIN の下にはシステムコマンドで緊急性が低いものを配置します。で、このユーザーの下の bin あるいは SBIN が使っている共有ライブラリーはユーザーの下の liv に配置します。ユーザーの下のローカルには、そのコンピューター固有のローカルデータやプログラムを配置します。ですから、このユーザーの下のローカルには、さらに bin や sbin、あるいは liv などのディレクトに細分化されるケースもあります。ユーザーの下のシェアには、マンコマンドで使用するマニュアルなどのように、アーキテクチャに依存しないファイルを配置します。ユーザーの下のソースには、Linux のカーネルのソースなど、ソースコードを配置します。find コマンドは、例えばアクセス権であったり、ファイルサイズであったり、更新日付、ファイル名などなどの検索条件にマッチするファイルやディレクトリを検索するコマンドです。で、これはただ検索するだけではなくって、その検索条件にマッチしたファイルに対して何らかのアクション、例えばマッチしたものを削除するといったこともできるんですね。ただし、この find コマンドを使って検索する場合、その検索対象となっているディレクトリへのアクセス権が必要です。find コマンドの使い方なんですけれども、基本的に find と書きまして、検索条件となるディレクトリを書いて、その後ろに条件を書きます。-name と書きますと、ファイル名をもとに検索をいたします。例えば、find home -name aster.txt と書きますと、ファイル名が .txt で終わるファイルを検索します。また、検索条件に-user と書きますと、所有者がそのユーザーであるファイルを検索します。例えば、find tmp-user 鈴木と書きますと、所有者が鈴木のファイルを tmp ディレクトリーから検索します。といった具合にですね、この find コマンドっていうのはかなり事細かな条件を指定することができるんですね。その他、-a タイムと書きますと最終アクセス時刻で、-m タイムを使うと最終更新日時で、-perm と書きますとアクセス権で、-size と書きますとファイルサイズで、-type でファイルの種類ですね。例えばファイルなのかシンボリックリンクなのかディレクトリなのか、その種類で検索します。-print といたしますとマッチしたファイルを表示します。-exec と書いてコマンドを書きますと、マッチしたファイルに対してコマンドを実行します。また、-ok と書いていただいても、同様にマッチしたファイルに対してコマンドを実行するのですが、実行前に確認をしてくれます。find 同様、検索パターンにマッチするファイルを探してくれるコマンドには、locate というコマンドもあります。ただし、こっちはデータベースから検索する分、find よりも高速に検索することができます。逆を言うと、ロケートコマンドを使うためにはちゃんとデータベースを更新しないとダメということです。データベースを更新するコマンドは、updateDB というコマンドなんですが、これは通常は空論と呼ばれている仕組みを使って定期的に実行します。updateDB の設定ファイルは、エトセの下の updateDB.conf です。ここではですね、登録対象から外すファイルシステムやディレクトリを指定します。updateDB コマンドのオプションは -E と呼ばれているオプションがありまして、これを使いますとデータベースに取り込まないパスを指定することができます。fetch コマンドを使いますと、そのコマンドを探して絶対パスを表示してくれます。例えば、fetch と書いて less と書きますと、less コマンドが存在する絶対パスを表示してくれます。ただし、この fetch コマンドを実行しようとすると、パスが通っていないとダメです。fetch コマンドのそっくりさんが faiz コマンドでして、これはコマンドのバイナリーファイルだけではなくて、ソースコードやマニュアルファイルの場所を検索することもできます。書き方なんですけれども、faiz と書いてオプションを指定します。で、このオプションでバイナリーファイルを検索するのか、それともマニュアルファイルを検索するのか、それともソースコードを検索するのかを指定します。そして最後にコマンドを書くということですね。タイプコマンドは指定したコマンドの種類を表示します。書き方なんですけれども、タイプと書いてその後ろにコマンドを書きます。そうすると、これが内部コマンドなのか、エイリアスなのか、それともこれがどっかの外部コマンドなのか、などがわかるということですね。以上、第5課でした。